私はナタの民に崇められ、ヤガミという名を与えられたけど、その昔、私たちは消え去る前、別の名前で呼ばれていたの。天の使いと。あなたたち冒険者にとって、より馴染みがあるのは、私たちが退化した後の姿。洗礼でしょうね。道理で洗礼があちこちにいるわけだな。ヤガミの国でも突然現れた洗礼がオイラたちを助けてくれたんだ。ナタに残っていた天の使いはもともと数少なく、洗礼もほんのわずかしか残っていなかった。それでもみんな私の周りに集まって、